あらら、今日夏至ですかね。夏至です、ね、夏至ですよ。なんかあピンクムーン、ストロベリームーン、ちょっとかすってるけどストロベリームーンだよ。でした。はい、そうか、今日ね、もう、うん、1年で一番日が長い日ですね。あ、そうなんですね。あ、そうですよね、夏至だからね。そうそう、じゃあもうこの折り返しで夏じゃないですか。そう、夏なんですよ ね早い、うん、もう18人来てますよ。あ、嬉しいですね。皆さん忙しい時間に ねありがとうございます。もうちょっと皆さん ね見ていただく方が増えるまで待ちましょう。待ちましょう。はい、きゅうり三昧ですからね。そう、きゅうり三昧、はい、あ、OK 出ましたよ。なんか、あらららら、はい、はい、じゃあ皆さん、こんばんは。こんばんは、はい、さてと、インスタライブご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日司会をさせていただきます、はい、コープ九州の上田です、はい、そして料理研究家の島です。はい、はい、よろしくお願いします。島さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、前回のライブからですね、はい、もう3ヶ月も早い。そう、なんかちょっとこの前にしたような、うん、そんな気がする気持ちなんですけれども、うん、だいぶ気候が変わってムシムシしてまいりました。ムシムシしてますね。もう暑くて暑くて。そう、今日ちょっと南の方たちは雨大丈夫だったですかね。ちょっと心配ですね。そう、沖縄はもう梅雨明けもしてますしね。もうそう、早っ。確かそう、確かそう、確かそうでしたね。うん、そうそう、もうね、うん、ジメジメした季節とかそういう時にやっぱ食べたくなるの、うん、あるきゅうりだと思うんですけれども、うん、皆さん酢の物でね、うん、多分召し上がっていただいてるかなと思うんですけど、大体酢の物にすること多いですよ ね、 ですよね。はい、見せないといけなかった、ね、はい、今日の主役こちら、あ、なんか正しいかな、じゃじゃーん、じゃじゃーん、はい、きゅうりです。やっぱさ、こういうの見るとさ、はい、パリって食べたくなりますよね。ですよね。そうそうそう、うん、それなんですけれども、はい、そう、このパリッと食べていただけるもう実力派なんですけれども、うん、このキュウリですね、はい、なんとあの昨日の午前中に収穫したものなんです、はいはい、で今日もう持ってきてもらってる感じですね、はい、なんかすごい私の脳みそ今バグってます。そうそう、新鮮民っていうですね、うん、収穫した翌日にお届けできる仕組みで、早くないですか。そうなんですよ。あのもうなんかちょっと今ちょっと間ができちゃいましたけど2010年にですね、コープ九州がですね、うん、始めた仕組みなんですけれども、はい、収穫して朝ですね、うん、朝から早朝からしてるらしいんですけど、はい、皆さんしていただいて、うん、昼までに収穫したものを、はい、コープの農産加工センターがある、はい、福岡県の篠栗町まで持ってきてもらって、うん、で午後もう一生懸命こう袋に詰めたり、うん、それぞれ あの注文者の方に分けて、うん、夜を徹して、うん、お宅に届ける準備をして、うん、次の日の朝一番に、うん、もうその最寄りの事業所に納品してお宅に届けるというような仕組みなんです。昨日取ったやつですよね。そうそう、もうめっちゃハイスピードで、早い。なんか下手するともう十何時間に取れたやつが、うん、なんか上がってきてるんじゃない、うん、みたいな。なんかもう自分のところの畑で取ったみたいな感覚ですね。そうなんですよ。あれ、コメントいただいて、私はなんかちょっと見方が分かってなくて、あれ、こっちか、こっちか、なんかみんな、うん、ちょっと待って待って、ちょっと待って、おばちゃんたち今ちょっと迷ってる。あららららら、どれだろう、どれだろう、出ました、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと後でゆっくり、ちょっと後でゆっくり見ますね。はい、ディレクターさんに調べていただきましょうちょっとグダグダになってますけど、すいません、はい、そうそう、もうそうなんですよ、うん、すごいフレッシュで、フレッシュで、はい、あのスイートコーンだったりですね、うん、果物でいうとイチゴとかイチジクとかもそういうのあるんですけれども、うん、今日はキュウリで、うちね畑ないから、はい、そういうのすごい嬉しい、はい、そうですよね、もう鮮度が全然違うんですね、はい、で、うん、志麻さんにもね、そうそうなんですよ、今回はです、うん、楽しかった、まあ、畑に行っていただきました、はい、行ってきました、はい、そうで、うん、千葉さんいろいろですね、うん、あのキュウリの畑に行っていただいて、うん、生産者の糸島に行っていただいたんですけれども、うん、田中さんという生産者の方に会っていただいて、うん、いろいろお話をしていただきました、うん、はい、それでね、うん、今日ねそのお話を伺って新しい調理法もご紹介したいと思います、はい、最高ですね、めっちゃ目から鱗出まくり、あ、はい、もうすごい楽しい取材でした。そうですね、楽しみ、まあ、楽しみ、うん、それをねちょっとお届けする前に、はい、まず今日のちょっとメニューをご紹介したいと思います。はい、こ、はい、んな感じになってます、はい、やっぱ暑くなってきてもうねビール美味しい季節なんで、
きゅうりのおつまみでおつまみきゅうり一つ。はい、はい、で、あとは暑い時期にも作りやすい電子レンジ活用したレンチン豚ポンきゅうりのメインおかず。はい、そしてだしきゅうり。ちょっとね、これこんなアイデアいいなって思ったのがあるので、はい、それをご紹介したいと思います。はい、なんかね、大体もサラダとかにね、こうするとか、お漬物にするとか、もう酢の物、そうですね、が多いと思うんですけど、うん、今日はもうメインもいける、おつまみもいける、はい、こんな時これがあったらいいなっていうのに役立つような内容に助かりますね。しました。はい、ではレシピを作る前にですね、はい、そうですね、志麻さんと、あ、見ていきましょうか。はい、じゃあ産地レポートですね。はい、はい、ではどうぞ。あ、どうぞ。福岡市から車で約1時間豊島市にあるきゅうり農園にお邪魔しました。きゅうりを生産されている田中さんです。マエストロです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい量作られてるんだなと思ったんですけど、はい、結構苦労されることってありますか、キュウリを育て。手入れがね、もうずっとあの、うん、見てわかる通り、はい、芽を摘んでいくんですよね。芽と葉っぱと、はいはい、そしてこのようなちょっと日当たりが良くなるようにしていくんで、うんうんうん、手入れが大変ですね。あ、手入れ、愛情かけられてるってことですよね。そうですね。あの、私も頼んだんですよ、新鮮品を、はい、あ、そうですか、はいはい、すごい新鮮な、トゲが立派で、はい、綺麗なキュウリ届いたんですけど、なってるの触ってもらったら分かると思うんですけど、はい、またトゲがたくさんついてると思う。すごいですよね、うん、やっぱそれって新鮮の証だったりするんですか。そうですね、うん、それが翌日にお宅に届くと、ね、そうですね。はい、志麻さん、うん、いかがでしたか。すごいね、はい、ハウスに入ったらもうずらーっとこうキュウリの壁があるんですよ。はい、で高さもね、私より大きい180センチぐらいの高さ、うん、我らちょっとチリンコチームですからね。そうですね。でその中からやっぱ、はい、ね、こう新鮮なキュウリを選ばれて、たくさんの中からね、うん、はい、すごい大変な作業だなと思った。そうですよね、うん、緑のカーテンの中に迷い込んじゃってますね。ますね、はい、ね、それで目だけ癒されるかと思いきや、うん、この間行ったの5月の中旬だったんですけど、はい、めちゃくちゃ中暑いんですよ。ああ、そうです、ね、そう、なんかもうそういうご苦労の賜物、賜物、賜物、本当だよ。かんだかんだ。全然 OK です。そうですよね、今日とかはまたもう暑いでしょうね、最近もね。ありがたいですね、うん、あ、さら、まあ、さ、まだですね、志麻さん、いろいろ聞いていただいてますし、ました、そうそう、体験もしていただいてますのでね、はい、はい、はい、じゃあその様子もまだ続けてみましょう。はい、はい、じゃあどうぞ。今からキュウリの収穫を体験させてもらいます。田中さんの農園では9月から6月にキュウリを収穫、この日は午前中だけで5000本以上を収穫したんだとか。はい、選び方のポイントとか農家さん直伝のあれば教えていただきたいんですけど。色があって、はい、硬いやつ、硬いっていうか、はい、曲がったりしないやつ、はい、あ、しっかりまっすぐで、うん、が新鮮かなと思います。ハサミなどの道具を使わず一本ずつ手で収穫、食べ頃のキュウリを丁寧に選んでいるんですね。こうしてお酢、うん、ちょっとこう冷える、前、後ろ、前、どっちでもいいです。酢、あ、取れた、それで合ってます、うん、そうですね、はい、全然違うもん、私と田中さんの。取ったぞー。そうね、コメントにも5000本ですよ、すごいですよね、うん、なんかハサミとかでチョキチョキやると思ってたんですけど、手ですって手、うん、で本当は、うん、手袋とか軍手をしてするんですけど、はい、特別に手でさせてもらったんですけど、はい、立派だからキュウリが、トゲがやっぱりね、痛いんですよね。すごい、そう、すごいですね。それを5000本ですよ。ちょっと ね, ね、最初の10本ぐらい楽しそうだけど、そうそうそう、ね、心が折れちゃう。心が折れそう。本当にありがたい。で、ありがたい。はい、しかもなんか田中さんは、もうキュウリを作るのが今までの農業の中で一番長いんですって。だから選び方とかも、はい、もうプロの目線で、そうですね、かなりいろいろお話を聞いていただいたものがありますね。ありますね、はい、はい、じゃあ続けて聞いていただきましょうかね。はい、はい、ではどうぞ。キュウリ農家さんならではのおすすめのレシピを教えてもらいました。田中さんのご自慢のキュウリなんですけど、はい、ご自宅でも食べられたりします。
私は基本サラダが多いですね。サラダ新鮮だから生がいいですよね。そうですね。私はね憧れのこういうのをやりたいです。はい。はい。家族が作ってるメニューとか、はい、田中さんはだいたいこんな風に食べるとか。うん。友達とかに分けてあげるんですよ。はい、あ、そうなんですか。つくだ煮、昆布となんか一緒に煮たようにして。お漬物みたいな。そうですね。きゅうりのきゅうちゃんみたいな感じで。なるほど、なるほど。それに塩昆布が入ったような感じ。で、甘辛いっていうか。パリッとした甘辛いきゅうりの漬物。美味しそうです。ありがとうございました。ありがとうございました。マルカブリーナってこの辺ってますね。めっちゃ美味しかったですよ。取れたてみずみずしくて、あれ折った時島さんビッて水出てましたね。そう出てましたね。そう、そんなね、うん、素敵なきゅうりを、はい、田中さんがおっしゃっていたように、はい、なんかあのおつまみ風っていう漬物風 の、ね、あのレシピにされることがやっぱ気持ちもするのでね、はい、多いみたいなので、はい、今日はその漬物風のレシピを、うん、今の季節からのビールにもぴったりな、はい、ちょっとピリッとしたいいです、ね、おつまみ風に、はいはい、作っていきたいと思います。はい、楽しみです。楽しみ、はい、私も楽しみ。よろしくお願いします。じゃあ、はい、材料はですね、はい、こんな感じになってます。作りやすい分量になってます。はい、はい、きゅうり2本、ごま油、ポン酢、水、砂糖、輪切り唐辛子、ニンニクでちょっと風味をつけておつまみっぽく仕上げていきます。はい、ではですね、作っていきましょうか。お願いします。はい、おつまみ嬉しいきてますよ、ね、もうこれね、多分お家に材料ある方多いと思うので、うん、はい、もう今準備してもいいかと思う。はい、じゃあこれごま油ですね、はい、今、はい、ごま油引いてます。ごま油の香りもね、香ばしくて美味しいと思うので、はい、でね、ここここ、はい、今日はきゅうりに火を入れます。おお、じゃあ私ね、これちょっといいなと思って、はい、今までサラダとかが多かったんですけど、はい、中華料理とかでもきゅうりちょっと炒めたりするようなレシピはね、はい、あったりするんですけど、やっぱこう火入れることでいつもとちょっと違った雰囲気の、うん、なんかきゅうりの食べ方、はい、ちょっとやっぱりあの今回アンケートいただいてて、うんうん、もう召し上がられる方、うん、あの加熱するは 0% だったんですですよね、うん、やっぱりなんかサラダに入れるとか、はい、なんかちょっと添え物的なイメージが多いじゃないですか、はい、副菜とかね、うん、そのものとか、そう炒めるのって、うん、炒めますよ、ね、うん、でね、そう私ね、ちょっとね、はい、発見したんですよ。炒めることで何がいいのか。ほう、はい、はい、それがね、はい、炒めることで、はい、島調べですけど、はい、島調べ、はい、食物繊維が柔らかくなるので、はい、なんかね、お通じの改善にもいいっていうことでした。ほうほう、あとね、なんかね、食感が変わるんですよ。生だとシャリシャリっていう感じが、うん、ポリポリっていうような食感に変わるので、でもなんかまた新しい楽しみ方、はい、できたりと。で、まあ、サラダ以外のマンネリ解消にもあるし、はい、青っぽい香りがちょっと落ち着くので、はいはい、食べやすくなります。なんか青臭いみたいなの、うん、そうそうそう、ね、ね、はい、食べやすくなりますので、はい、そういうのにも使ってもらえたらいいなと思います。はい、これでざっと火が通ったら、あんまりこうめちゃくちゃ火を入れるっていうよりはさっと入れる感じですね。はい、じゃあ味付けしていきます。味付け、はい、味付け、はい、はい、これ簡単にポン酢使います。ポン酢です。ポン酢です。はい、はい、今日コープの味付けポン酢使ってます。そうです、ありがとうございます、ね、香りがいいですもんね。はい、これお水です。ちょっとポン酢だけだと濃いのでお水入れます。はい、お砂糖ですね、はい、ちょっと甘酸っぱい風味にしたかったのでお砂糖を入れます。大さじ1ぐらい、あ、大さじ1ぐらいですね。はい、でピリ辛の唐辛子入れます、はい、これ辛いの苦手な人は減らすとか、はい、あの入れなくても美味しいです、うん、そしてこれニンニクです。ニンニクの風味がつくことで、はい、ちょっとおつまみ感がアップする仕上がりになります。はい、これね、だいたいもう煮汁が、はい、ひと煮立ちしてグツグツしたら
ほぼ終わり。あもう香りがしてきましたね。でなんかこの出来上がりを食べるっていうよりは、はい、ちょっと粗熱を取って、うん、冷蔵庫でまあ一晩ぐらい漬け込んだような感じにして、はい、味を染み渡らせた方が美味しいです。染み込ませた方が美味しい、うん、美味しいです、ね、うん、なんか作りたてを食べるっていうよりはなんかお漬物感覚のイメージに近いかな、はい、はい、これどのぐらい日持ちしますかね。日持ちはね、これぐらいの量なので多分 3,4 日で食べきると思うんですよ、うんうん、でも4日ぐらい目安で食べてもらえればいいかなと、はい、まあ、ポン酢使ってるので、はい、日持ちはちょっとねするかと思います。あ、なるほど、うん、もうめっちゃいい匂いが、ニンニクがめっちゃいい匂いですよね。いい匂いしてきましたね、うん、コメントがそれだけですか。それだけですよ。しみしみがいいんだ、うん、いただいてますね。でなんかおつまみにもいいんだけど、はい、ご飯の相性もすごくいいので、うん、あのなんだなんて言ったらいいんだ、こうおかずがない時、ちょっとおかず足りない時、そうそうそう、ご飯のね、ご飯と一緒に食べるとすごい美味しいです。あ、これでね、いい感じ、いい香り、めちゃくちゃいい香りですよ。ここまでできたら、はい、あとは綺麗な、はい、器に移していただいて、はい、綺麗な器に移していただいて、はい、はい、あの冷蔵庫でちょっと保存をしておきます。はい、で、はい、出来上がったのがこんな感じですね。はい、ちょっとね、色がだいぶ違うでしょ。しっかり染み込んでる感じで。本当ですね。これ、うん、それはどのぐらい、一晩一晩、うん、一晩漬け込みました。なるほど、そうなんですね。うん、で、このなんだろう、なんか漬け汁、はい、漬け汁も、はい、漬け汁も美味しいので、うん、おお、どうやって？これもなんか冷ややっこの上にかけたりとか、最高、そうそうしてもらってもいいかなと思います。さすが。素敵ですね、うん。染みてるってきてますよ。染みてる。染みてますよね。めちゃめちゃ止まらない。うん。ちなみにあのサテとアンケート的に言うと、はい、スタッフさんが、はい、ご家族に作ってくださったらしいんだけど、まあ、結構リピート率が高くて、はい、旦那さんのお気に入りになりましたっていただきました。素敵ですね、はい、嬉しいです。そうですね、心強い一品がまたレパートリーになっちゃったみたいな感じですね、はい、はい、じゃあ続きまして、はい、はい、続きまして2品目は、はい、きゅうりをメインに食べちゃおうという感じのお料理にします。はい、レンチン豚ポンきゅうり。材料がきゅうり、はい、あと豚バラスライス、はい、なんか桃スライスというのもいいですけど、しゃぶしゃぶ用とかがおすすめです。あ、なるほど、はい、であと塩コショウを、はい、料理酒、はい、であとタレの材料になってます。はい、でこれね、はい、あのこれも田中さんに聞いたんだけど、はい、あの農家のねパートさんとかが、うん、はい、あのフライパンで作られるってこんな雰囲気のものを言われてて、はい、でも夏はさ、うん、暑いの嫌なの で、 そうです、ね、はい、電子レンジ風に改良しました。レンジで、レンジでする、やった、そう、はい、でこれもサテとスタッフの、はい、リピ率が実は高くて、あの素直ないい子なんですね、そう、みんなね作ってくださるんですよ、はい、もうなんかレシピ渡したらね、もうすごく嬉しい、うん、でもみんなの挑戦したくなる中身だったんですね。で、どうやって作るかっていうと、はい、これきゅうりですね、きゅうり、これ半分に切って、はい、縦に切って4等分にしてます。はい、はい、で、塩コショウをしたこう長いお肉ね、はい、長いお肉をこのまんま豚肉に、豚肉じゃないきゅうりにくるくるくるっと巻いてあげます。レンジ最高ってきてますよ。そう、もう夏はね最高ですよね。でしかもさ、お肉、うん、少ないお肉をさ、きゅうりがこう、はい、カバーしてくれるから、めっちゃボリュームアップな感じですよね。節約にもなるね、はい、こんな風にしたら、はい、こういう風に耐熱の、はい、器に、こういう耐熱の器にこう入れてもらって、はい、で電子レンジで、はい、あ、違う、ごめんなさい、そうだそうだ、そうそうそう、これね、ちょっと酒蒸し風にするので、はい、ここにねお酒をかけてあげて、はい、で電子レンジ、あ、ふんわりラップをします。いろいろ抜けてますね、私。ふんわりラップ。ふんわりラップをして、はい、
電子レンジ600ワットで4分ぐらい加熱します。はい、で加熱した時に、はい、ちょっと赤みが残ってたら、うんうん、追加熱してあげてください。はい、はい、で4分加熱したらこんな感じ。はい、そう、美味しそうですね。インパクト大、ね、すごい。そうですね、本当すごい。でこれだけだとちょっと、まあ、まだ物足りないので、はい、タレを作っていきます。うーん、薬味ですね。今日は夏っぽいみょうがとおネギですけど、はい、大葉とかでも美味しいです、うん、でここに、はい、お砂糖、砂糖、はい、砂糖入れます。はい、ちょっとなんかこれも甘酸っぱい感じ、うんうん、であとこれはすりごま、すりごま、はい、これは香ばしさとか、はい、コクを出してくれるのですごく役に立ちます。絶対美味しそう。はい、はい、でこれごま油、風味アップのごま油です。はい、ぐるぐるぐるで、もう最終的な味付けはポン酢使います。無敵ですね。はい、もう無敵です。はい、で夏はやっぱりさ、暑いからさっぱりしたもの食べたいじゃないですか。そうですね。そうなので、はい、こんな風にポン酢をね混ぜてあげます。これでタレ出来上がり。早っ。早い、早い、ボリュームあるって言ってます、ね、本当ですよね。で、あとはそのね、お皿に盛ってあげて、うん、はい、これだって2本のきゅうりがこんなボリュームになってるんでしょ。そう、すごい、すごいでしょ、うん、すごい。でね、はい、一夫婦で2人で食べたんだけど、うん、もう2つ食べたらお腹いっぱいになっちゃってそう、ボリューム満点だねって言って。本当ですね、めっちゃ節約だねってで食物繊維もすごく取れたから、はい、結構本当お通じの改善にもすごい良かったです。私なんかキュウリこんなすごいんだってびっくりしました。いっぱね、いっぱ、うん、こんな感じで作ってもらって、はい、あとは、はい、タレをかけます。はい、あー、わー、美味しそう。美味しそう。なんか上田さん、キュウリトリビアがあるんでしょ。あ、なんか急に振られてドキッとしちゃった。ドキッとした。博多、全然博多っ子でも何でもないんですけど、なんか博多の皆さんは、お住まい一部地域の皆さんは、7月は15日までキュウリ食べないらしいんですよ、うん、ね。なんかにっこり、うん、にっこりマークなんですけど、一瞬こんな見せていいんかいな、うん、キュウリの断面が、うん、串田さん、串田忍者なんですね。はい、もんね、お新聞に似てるかな、うん、怖がねえ。だからそういう方はもう7月1日までこれを急いで食べて、急いで食べて、食べて、今日やって、今日学校給食も出てる。あ、そうなんですね。さすごい、教えてもらいました。はい、ねえ、なんかすごい、はい、素敵な一品がまたできました。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、ね、多分経験がある人は多いと思います。はい、私もよくやらかします、うん、買ってきたきゅうりを冷蔵庫に入れときました。はい、忙しい、あ、今日も使うの忘れた、あ、今日も使うの忘れたっていう時あると思うんですけど、うん、そうするともうもったいないじゃないですか、あれに一生懸命ね、はい、作ってくださったきゅうり、うん、それを救おうと思って考えたのが、はい、このだしきゅうりです。はい、はい、使う材料はきゅうりと生姜だけ、はいはい、しなしなになったきゅうり、あらららって。そうね、あるよね。でもうね、その買ってきて、はい、たくさん買ってきてもいいけど、うんうん、使うのがちょっともうちょっと先になりそうだなっていう時はもう先にこれをするといいと思います、はい、これね、今きゅうりね、はい、今ここでねすりおろしてます、生姜と一緒に。本当だ。はい、でここにもこの残りのきゅうりもこれね、はい、すりおろして、はい、でさっきの豚肉のきゅうりの時も、うん、なぜか今この材料うちにあるって聞いてたんですけど、
生姜溶けよりもみんなうちにありますよね。あるよね、みんなあるよね、あるよね。今冷蔵庫にちょっとね、こう元気がない子がいたらちょっと、うん、しまったみたいな子がいたりですね。でこうやってすりおろして、はい、ここをね一回全部混ぜてあげます。ほう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 。生姜ときゅうりを合わせてあげて、はい、そうしましたら、はい、じゃじゃん、はい、じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃん、きた、はい、はい、あ、そうね、さっきね、そうだったね、あのジップロックみたいな、こういうね、そう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 、こういうやつも、これ使おう、これ使おう返しちゃったよ、これも持ってきちゃった、これみたいに、うん、チュルーンってですね、チュルーンってね、こう、うん、さっきのすりおろしたの入れてもらって冷凍します。はい、冷凍すると、まあ、しばらく持ちが良くなるので、はい、悪くなる前に冷凍ストックをしておこうっていう大作戦を企てました、うん、なるほど、はい、便利でしょ。そう、薄くして冷凍って冷凍庫の中も優しいですね。そうそう、薄くしてね、そうそうそう、うん、で、じゃあこれどうやって使うのって話ですよ。そうですね、うん、そうですよ。私なんかちょっと今すごい得意になってる。いや、かっこいいですついていきます。はい、はい、どうやって使うかっていうと、はい、夏といえば、はい、はい、そうめんです。来たー、はい、でこれをね、はい、さっきのやつちょっと半分ぐらい解凍してる状態まで、はい、まあ、冷蔵庫とか普通にちょっと解凍してあげて、はい、キュウリシャーベットみたいな。おお、ね、なんかおしゃれ、おしゃれ、キュウリ氷おしゃれ。うちのそうめんはただのそうめんじゃないよ、バリにおしゃれを入れてあげましょう。フローズンな、フローズンな、はい、シャリシャリの子ですね。ここに、はい、めんつゆ、はい、を入れます。はい、はい、でこうすると、はい、あのきゅうりが凍ってるから、うん、冷たいままお出汁が楽しめるし、はい、氷を入れなくても、うんうん、薄まらないっていう食べ方です。はい、っていう食べ方ですっていうのもおかしな話ですけどいやいや、っていう食べ方ですよ間違いありません。はい、きゅうりって本当、うん、酢の物ぐらいしか、私も何なんか酢の物しかなかったんですけど、うん、今回のこのなんかもうこれだけでもすっごいなんか、ね、バリエーションですごい料理できそうな子に なっちゃいますね、身につけるだけで。もうこれきゅうり冬コースでよくないって感じしません？いや、めっちゃいいです。しかもみんなね、うん、あの冷蔵庫の中にありそうな材料なので、うん、しかもね、はい、きゅうりって夏に食べたいポイントが実はまああって、はい、そう、なんか疲労回復効果がある栄養素が含まれているらしいです、はい、で夏は、うん、あのこれもしましらべですけど、しましらべです。夏はね、あの、はい、汗をかくじゃないですか、うん、そうするとやっぱ塩分とかカリウムとかのこう抜けやすいらしいんだけど、うん、はい、そのカリウムが不足すると、はい、結構疲れてるってなるらしいんですよ。みんなだから夏疲れてる時はカリウムがないと思ってます。なんかいろんなものもなさそうですけどカリウム特にね。そう、はい、でキュウリはね水分も入ってるし、はい、カリウムも豊富だし、あと日焼けにいいね、ビタミン C とかもたくさん入ってるので、はい、食べてあげるとね、そう、嬉しいですね。嬉しいですね、はい、だからね、カバンの中にキュウリを忍ばせて教えてもらったしね、これ作りましょうよ、作りましょうよ、はい、ということで、はい、なんかちょっと、はい、はい、こんないい匂いしてたら食べたくなりますよね。そうですね、私の役割を果たさせていただこうかなと思います、はい、では召し上がりください、はい、着席いたします。はい、はい、おお、やっぱここからかな。あ、そうですね、はい、そこからかな。うわ、ちょっと皆さん、うん、ちょっとみんな、なんかいいですよ、コメント寄せて。じゃあ私が見ておこうかな。羨ましいとか言われるかな。カバンの中に笑いってます。今喋ったらダメですね、私、うん、どうですか、どうですか。あ、辛みがいいね、うんうん、辛みがいいですよ。ちょっとピリッとね、うん、食べやすくなって、あ、食感もすごい、うん、パリンポリンです。パリンポリンです、うん、なんか表現難しいですけど、生で食べるのとちょっと違う感じしますね。ちょっと違う、ちょっと違う。これは本当、うん、あのお酒飲みの方はもう、うん、多分ビールと合うでしょうね。合いますね。私はご飯欲しいです。
はい、あ、ビールに合いそうって。あ、ですよね、うん、パリンポリン。では続けてまいります。はい、はい、いただきます。これまたみょうががねかかっているのがね、うん、ちょっとおしゃれだし、よかった。これ1本じゃなくて3分の1仕様にしてあった。これ1本この前ちょっと試しで入れちゃったんですよね。いただきます。うん、うん、うん、あ、美味しそう。うん、あ、ビール飲んでる、食べたいっていう人います。あ、やっちゃいな。ぜひ、もうすぐ作れるんで。わ、これは逆になんかちょっとしっとりした感じで、うん、食感も食べやすいけど、うん、やっぱ豚肉すごい元気になりそうですね、うん、あのタレの味がすごい合う。豚肉もね、栄養、うん、疲労回復効果あったりしますからね。元気になれそうですね、うん、元気になると思います。なんかしっかりパワーを、うん、これでもきゅうりと豚肉で嬉しいですね。嬉しいですね、本当、うん、お財布に優しい。では優しい、第一喋ってる間にどんどん溶けちゃうので、いただいてみます、はい、おそうめんですね。そうめんですね。いただきます。早速してみるか。ありがとうございます。いいですね。イエーイ、絡ませますよ。ほい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 、おーおー、いただきます。あ、加熱調理に抵抗あったけど美味しそうっていう方が、うん、はい、いらっしゃいました。どうですか、うん、大人の味だよ、うん、やっぱ生姜があのぐらい入ってて、うんうん、いいんですね、うん、まあ、これ絶対やってほしいっていうか、私もやります。冷凍庫の中で使えちゃって忘れないように、うん、そうそう、忘れないように。冷凍はあんまり長く置くのはそうですね、やっぱ冷凍庫、うん、日持ちはしますけど、はい、開け閉めとかするので、うん、やっぱ作ったらなるべく早く、ね、そうですね、食べる方がいいと思います。開け閉めしますから ね、 ね、そうそう、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。きゅうりたっぷりでしたね。ですね、はい、はい、ですね、今日はですね、うん、本当に志麻さんに、うん、あのもうお家にある材料ですぐできちゃうようなレシピを、うん、ご紹介いただきました、はい、で今日はの新鮮便ということで、うん、J と島さんの田中さんのじゃないかな、うん、J と島の皆さんから、はい、お届けいただいたキュウリを使っているんですけれども、うんうん、九州の他の生協でもですね、うん、新鮮便じゃなくても、うん、あの産直関係にあるですね、うん、長くお付き合いをいただいている生協っていうのたく、うん、あ、生協じゃない、生産者の方たくさんいます、うんうん、で熊本もあのでいうとですね、うん、重本さんっていう、もう生協と20年以上お付き合いがあるような生産者さんとかもいらっしゃるので、はい、ぜひですね、各地の生協であの自分のところの、 あのもう一押しのキュウリをですね、うん、ご注文いただけたら嬉しいなと思います、うん、皆さん多分毎日今の時期ですね、休みなく、そうそう、休みなく取ってらっしゃってね、うん、暑い中でキュウリになるなとは言えませんから ね、 ね、そうそう、キュウリになるなとは言えませんから、ね、もう日が照る限りなり続けるです。なんであの6月末まで新鮮便もありますけれども、はい、ぜひいろんな産地を応援いただけたらなというふうに思います、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、今日ですね、はい、ご紹介したレシピはあの、はい、さっきもですねコメント来てたんですよ、はい、3つ目のもう1回教えてみたいな。ああ、そっか、そうそう、嬉しいです、うん、嬉しいです。ご紹介いただいたですね、はい、あのご紹介したレシピはインスタグラムにも、うん、もう今日投稿をしておりますので、はい、さてとのインスタグラムと私のインスタグラムにも今載ってます、まあ、ありがとうございます、はい、そうそう、投稿文もご参考にしていただきたいですし、うん、あの今日かな昨日かな、うん、あ、ちょっと前ちょっと前18日にあのさてとの本記事の方でもですねものすごく詳しい内容であご紹介しておりますので、取材記事の方が、はい、もう志麻さんが一緒に行っていただいた、うん、あの細かい中身なんかもご紹介しておりますので、うん、はい、そちらぜひご覧ください、はい、はい、これですね、はい、ウェブサイトさてとで公開中です、はい、もう保存の仕方とかですね、うん、選び方も紹介されてますので、うん、ぜひキュウリに悩んだらさてとを見る、うん、そう、さてとキュウリ検索、さてとキュウリで検索さてとにはですね、はい、志麻さんのおしゃれなレシピもたくさん紹介されてますので、ね、暮らしの情報とか知恵とかもね、うん、めっちゃ入ってますよね。そうですよ、なんかちょっと悩んだら、うん、悩んだことさせてと私結構見てる。 ありがとうございます。私もです。はい、はい、なんかご皆さんのお役に立てたら嬉しいです、はい、はい、では志麻さん本日も、はいはい、ありがとうございました。はい、あの皆さんですね、これからますます暑くなりますし、はい、素敵、はい、あのしっかり食べて、食べて元気に夏をお過ごしください。キュウリパワーで、キュウリパワー、パワー。
当のことを言ってしまう。はい、では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた。